こういう時に大丈夫ですかって聞いちゃダメなんですって。相手は大抵大丈夫ですって答えるから、こういう時はどうかしましたかって聞くといいそうです。どうかしましたか。どこによりもなんでが気になります。悪い記憶というのは脳に負担をかけるけど、同時に活性化させる刺激にもなると先生が言ってました。どうして闘病って言うんだろう。戦うというから勝ち負けがつく。負けたから死ぬんですか。勝とうとしたら勝てたのに努力が足りず負けたから死ぬんですか。そんなことない。僕ならそう言われたくない。勝ち負けがあるとしたらお医者さんとか医療ですよ。その時点の医療が負けるんです。患者本人が、あなたが負けるんじゃない。あんたは若くて当事者じゃないからまだわからんかな。病と戦わそうと思う気持ちも大事なんだよ。その気持ちが必要な時もある。それでも人は病に負けたから死ぬんじゃないです。僕はそう思う。土下座に意味があると思うということは、あなたはそうしろと言われるのがすごく嫌なんだということですね。ちなみに土下座の強要は強要罪に当たることがあります。子供がそういうふうな態度を取る場合、大抵親の方が先にひどいことをしてます。子供がそうなるには理由があります。家族や身内には厳しくても他人には優しい人っていますから。そのことが子供を余計追い詰める。すっきりした方が良くないですか。ずっとやましい気持ちが残ってるのって苦しくないですか。寒くないんですか。余計なことを言うようですが、パジャマで歩くのはいかがなものかと。美術展とかも行ったことないしな。ないんですか。ないな。じゃあ行きませんか。日本では強制的に親子を引き離す権利は誰にもない。まだまだ家庭には介入できない。直に目にする医療関係の人たちも悔しいだろうと思います。僕はいつもいろんなことに気づきたいと思っています。考えるといいと思います。身の回りにあることすべて考え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 て誰かに話してください。